名前には小さな魚って意味があるの。自由に広い世界を泳ぐことができますようにってパパとママがつけてくれたの。花はきっともう咲いていますよ。
財団は今後もウェンツウェディングショーとの各種提携を進めていく予定だ。時間は愛を見届けることもすり減らすこともある。私に会えることを楽しみにしていましたか？舞台で鳴り響くドラや太鼓、客席から飛ぶ喝采、完璧な芝居はこうでなければ。悠久の時の中で磨かれ続け、最後に残るものは何なのか、とても興味がある。あなたの前では私もありのままの姿でいられるかもしれない。
で解けない糸で、思いの錦衣を織るの。